豊浦駅は、北海道阿武田郡豊浦町阿蘇朝日町にある、北海道旅客鉄道室蘭本線の駅である。駅番号は、H42、電報略号はよら、かつては急行、千歳が発着していた、豊浦町の代表駅で中心にも近い、1976年の豊浦駅と、周囲約 1km 範囲、右下が、東室蘭方面、島式ホーム2面4線、 駅舎横をジャマンベ側の貨物ホームへ2本の引っ込み線を有している。駅裏副本線、駅舎横貨物ホームにそれぞれ貨車が留置されている。駅裏側の島式ホームは、複線化した折に増設されたため、幅が狭い。国土交通省国土画像情報をもとに作成、豊浦町町名の由来を、参照所在町名より、旧駅名、弁変も解消以前の町名に由来する。 単式ホーム、島式ホーム複合型の2面3線を有する地上駅、駅舎側から1、2、3番線で、1、2番線が、島式ホームとなっている。互いのホーム及び駅舎は、古線橋で連絡している。1番線が、おしゃま方面、3番線が、東室蘭、室蘭方面、2番線は、当駅折り返しの列車、または、列車の対比に使われる。 3番線の単式ホームもかつては島式であったが、外側の線は1983年時点で、側線扱いで、後1993年時点ですでに、おしゃまんべ方の転鉄機及び線路が、途中まで撤去され完全な側線となっていた。他に1番線側におしゃまんべ方から分岐した、側線を一本有していた、東野駅管理の簡易宅駅となっている。 駅内の喫茶店にて総販券を発売している。営業時間は平日の8時30分17時で土日祝日は休みである。駅舎は線路の西側に位置し、開業当初の駅舎は改築され、円形状カーテンウォールの外壁を有する個性的で近代的な駅舎となっている地区の集会所との合築となっており、1階には手作りパンも販売する喫茶。 軽食堂が入居している。また駅舎内にトイレを有する。この駅舎はホームに接していないため、島式ホームが2本並んでいるように見える。古泉協権東西自由通路は、駅の東室蘭、岩見沢方に位置する。西側の駅舎、1.2番線ホーム、3番線ホーム、駅東側をつなげる。駅東側から直接ホームへ行ける。なお、おしゃまん部業の列車の一部に、 後ろの車両を切り離す列車がある。切り離した車両は、東室蘭駅方面に折り返す、形の運行となっている。国道からやや離れているため、駅周辺は閑散としている。北海道旅客鉄道室蘭本線、大西駅、豊泉駅、豊浦駅、東野駅、内決戦線は、廃駅、ありがとうございます。